皆さんこんにちは。2018年一次ベーシック講座中小企業経営政策第1回目の講義を始めたいと思います。私レクセニ講師、金城淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回から、このユニット1からですね、第4回ユニット40までにわたりまして、この中小企業経営政策という科目をやっていくわけなんですが、まずこのユニット1ではですね、この科目、今まで皆さんが学習されてきた6科目とはちょっと異なる特性がありますので、特徴とか、あと勉強法とか、そのあたりをユニット1ではご説明した後に、中身に入るのはユニット2からという形でいきたいと思います。で、早速なんですけれども、この中小企業経営政策という科目なんですが、科目特性という観点からいくとですね、純粋な暗記科目です。暗記科目、つまり単純に言うと、覚えれば覚えるほど点数が伸びるという科目です。ですので、一次試験合格のためにはもうこれで稼ぐ、これで弱点の科目をですねカバーするという位置づけにある科目です。稼ぐ科目ですね。ですから、私もそうでしたけど、必ず、苦手科目ってどうしても人間だから出てきますよね。私は情報が苦手だったんですけども、情報が苦手なのをこの中小で補おうという形で、もう中小の暗記をとにかくですね、必死でやったというのが、私自身の経験ですし、毎年、合格される方、皆さん、中小で稼いだよという方が多いです。ですから皆さんもぜひ稼いでいただきたいと。はい。暗記です。だから覚えたもん勝ち。なので、覚え方はそれぞれ、人それぞれですよね。見て覚える人もいれば、書いて覚える人とか、まとめて覚える人とかですね、いろいろ聞いて覚える人とか、いろいろあると思います。全然、やり方はもう皆さんに任せます。なので、私の役割は、これ覚えてねとか、これ覚えなくていいよっていう取捨選択をする立場です。ですので、これから40ユニット聞いていただいて、で、大事なところをテキストにね、線引いたりとか、チェックしたりして、あとはもう覚える作業、もうそんだけです。作業ですね。そういう科目になりますということを、まずは全体概要としてお伝えしておきます。では、具体的な中身、じゃあそもそもどんなことを覚えるのということで、科目の中身なんですけども、この名前、中小企業経営政策って名前でお分かりの通り、要は経営分野と政策分野に分かれてます。ざっくり50点50点だと思ってください。で、この経営という、50点分がですね、中小企業白書というものが毎年刊行されてるんですけども、今こちら私手元にあるのが、2017年版の中小企業白書、なんかこう目が回りそうにある変なデザインですけども、でもう一冊あってですね、本当これも両方目が回るんですけども、小規模企業白書と、つまりこの毎年刊行される中小企業白書と小規模企業白書から50点分出題されると考えてください。いいですね。これがまずは、だからこれ横から見ると、合計でこれ何百ページあるんだ、中小企業白書が570ページで、小規模企業白書が360ページなので、900ページぐらいあるんですよ。えって思うかもしれませんけど、これ900ページ全部覚えろってわけじゃなくて、この中でもやっぱり、出るだろうなっていうものと、まず出ないよっていうものは、もうさすがに私も十何年もこの科目見てますので分かります。で、今皆さんのお手元にあるテキストは、我々レック講師陣がですね、この図は出るでしょうとか、いやこれは出ないでしょうというように、ちょっと議論した上で、じゃあ出るだろうと思われる、予想されるものをピックアップしたものです、テキストはね。なので全てこの白書の図は全部載ってるわけじゃないんですね。この白書って結構いろんな、皆さん、これ光って見えないか、いろんなね図が載ってるんですよ。こっちに写せばいいのか。例えばね、こんな感じで、はい、ちょっと引いてみようか。こういう、これ横の棒グラフとかね、縦の棒グラフとか、折れ線グラフとか、円グラフがあったりとかね、いろいろするんですよ、こういったね。はい、グラフだらけですよね。必ず各ページに1個はグラフ載ってると、図表が載ってると。で、
話を戻すけれども、で、この図が出るんです。はい。だから、端的に言うと図を覚えることなんですね。とはいえ、図丸暗記するのって無理じゃんって思うじゃないですか。そう、無理です、無理です。だから、じゃあ試験でどういう出題のされ方をするのかとかね、どこを切り取って出題されるのか、もうこれはもうあくまでも予測でしかありませんけれども、ただ白書は、白書本文っていうのがあるんですね。この白書を書いた人の文章。文章と図という構成になってますので、文章を読めば、あ、なるほど、こういう意図でこの図を乗っけてるんだな、とか、あ、こういう結論を導きたいがための伏線というか、布石としてこの図をここに提示しといて、この落としどころに持っていこうというロジック展開だなとかは分かります、読めばね。だからそれを読んだ上で、じゃあまあこれは重要かなとか重要じゃないかなっていうのを判断してるんですよ、我々も。なので、まあそこら辺も含めて、あの白書をそういった、この何だろう、何が言いたいのかっていう推理をしながら読むと、それはそれで面白いんですけども、まあ皆さんはあくまでも受験勉強ですから、なのでこれをね、楽しみながら読むってなかなか難しいと思うんです。ただし、あのこれ結構ね、コラムとか、あと事例がね載ってたりするんですよ、中小企業の事例が。これはね、実は二次試験とかで役に立ったりします。ですので、差し支えなければですよ、皆さんこの中小企業白書、あの小規模は今回買わなくていいです。はい、小規模白書買わなくていいです。あの中小企業白書はできれば、お手元に置いた方が、重たいんですけどね、すっごい重たいですけども、ただこれお値段がね、2900円プラス税なので3000円近い値段になってますので、まあまあ3000円ぐらいだったら出してもいいよって方は、ぜひお手元に。ただこれネットでですね、中小企業庁のホームページから、あの PDF ファイルただで手に入ります。ただで手に入る。だから、あの毎年ですね、あまり大きな声じゃ言えないんですけど、お勤めの会社とかでですね、なんかいろいろやってる人がいるみたいですね。 PDF ファイルをなんかこう出力したりだとか、カラー印刷したり、まあそれは多くのことは言えないですけども、そういう受験生もいるようですよと。はい、まあまあ印刷の手間がかかるんであれば、もう本で買った方が手っ取り早いですけども、いずれにせよ、事例なんかも載ってますし、気分転換にその事例とかコラムとかはすごく、読みやすいというかね、はい、なのでその意味でも手元に置いといてもいいんじゃないのかなとは思います。あとは書き込みとかできるしね、はい。で、まあ、この白書から50点分出ますよと。でもう一つの制作ってのは、残りの50点分というのは、これはこの、まあ、ユニット31の時にお話ししますけれども、31じゃない、ユニット21か、ユニット21、後半の第3回目の時にね、お話ししますけれども、要は中小企業の、例えば、補助金制度であったりだとかね、もしくは中小企業の共済制度であったりだとか、中小企業が使えるさまざまな、まあ、国の施策があるわけです。はい、で、なんとかの認定を受けると、じゃあ、優遇で、お金、金利ね、優遇されるとかね、政府系金融機関がこうこうこうだ、融資してくれ、低利融資してくれるよとか、あとはなんかこう固定資産税がね、半額になるよとか、まあ、いろんなさまざまな中小企業向けの施策、政策があります。それを覚えるだけです。はい、で、政策の方が、まあ、点取りやすいんですね。だからそれについてはまたユニット21でお話ししますけれども。はい。なので、今回と次回の1ユニットから20ユニットまでは、白書についての内容だと思ってください。なので、今回は白書についての勉強の仕方。で、21ユニットでは政策の勉強の仕方をしますので、その時にお楽しみにということで、今回は白書の勉強の仕方をお伝えしていきます。で、まず他の科目と大きく違うのが、過去問見なくていいです。過去問は、まあ、見なくていいとか、やらなくていいです。見る分にはいいんですけども、過去問はむしろやらないでください。だってやっても意味ないから。なぜかっていうと、もうお分かりですよね、白書が毎年変わるからです。ですから過去問というのは過去の白書に基づいて出されているので、見たって意味ないんです。で、2018年、皆さんは2018年に試験を受けますので、白書は2017年の白書です。いいですね。
18年に受ける人は17年の白書から出ると。これはもう、もう脈々と、はい、間違いなくです。なので、皆さんは、2018年の皆さんは2017白書を手にしてくださいね。ところが、これ、まあ、今私これ、収録してるの2017年なんですけども、まあ、来年になるとね、2018年になると、もしかしたら2018年に見てる人もいるかもしれませんが、だいたい4月にこの白書って出るんですね。その時には、もうちょっと目が回らない表紙にしてほしいんだけども、2018年版白書って出ます。ただそれは手に取らなくて結構です。いいですね。白書は前の年から出ると。2017年から出ますので、2017年お間違いなくと。でこれが例年4月過ぎてくるともう在庫なくなってきますので、できればもしお買い求めになる方は早めにね、手にしてください。で、問われるのはですね、大体この、例えば、折れ線グラフだったら増加傾向なのか減少傾向なのか横ばいなのかっていうトレンド、もしくは棒グラフとかであれば、じゃあ最も高い多いものは何なのかっていう項目を聞かれたり、円グラフであればもちろん円グラフの一番多いのは何なのか、割合が多いのは何なのかとかね、はい、とにかく多いのか少ないのか傾向がどうなのかということを中心に問われます。で、まれに、まあ、具体的な数字、何パーセントとかね、何割とか、数字が出ることもありますが、もう、これは、追求したらキリがないですね。この抽象って難しくしようと思えば、いくらでも難しくできるんですよ。だって、数字で聞けばいいんだから。だから、私はもう最初から言ってるんですけども、もう数字は、もう、あえて覚えなくていいです。出たらもうしょうがない。はい、むしろ、試作の方がさっき言ったように稼げるので、暗記力はここに取っといてほしいんですね。あくまでも白書というのはトレンドでいいんです。多いか少ないかとか、横ばいなのか、一番多いのは何なのかっていう定性的なもの、量ではなくて数字ではなくて中身を抑えてほしいんですね。そういった形でまず数字はよっぽどのことがない限りは覚えなくていいです。で、覚えてほしいところは私言います。はい。例えば中小企業の数が何百万社だと、385万社だと、じゃあ385って覚えてねとかね、そういうのは言いますよ。はい。ただそれ以外のところは本当に数字ももうほぼ無視して結構ですので、はい、っていうところです。で、じゃあ具体的にどうやって勉強していくのかと、勉強の仕方、これも想像できると思いますけど、もう単にグラフを丸暗記するってもう本当つまんないです。はい、そうなっちゃうとね。なので、まずはですね、まあ、例えば、こんな感じでね、ちょっと後ろにも映していきますけれども、いろんなグラフを。はい。で、これはもう皆さんのテキストの一番最初のページに載ってるはずですね。この、我が国経済の現状ということで、まあ、次のユニットでやりますけれども、例えば1の1の1図ということで、まあ、テキストも1の1の1になってると思います。1の1の1図で、実質 GDP 成長率の推移って書かれてるんですね。これを見たときに、まずですよ、頭の中で実質 GDP の成長率ってどんなもんかなって、もしかしたらご存知の方もいるかもしれない。新聞とか読んでね、あ、実質 GDP って最近 1% 台で推移してるよねって知ってれば、成長率がね、知ってれば自分の常識に照らして、うん、確かにそうだねと。1% 台で推移してるよねと。うん。で、OK でいいんです。ただし、いやいや、実質 GDP 成長率なんて全然気にしたこともなかった。全く分かんない。だったらそれを、じゃあどうなってんのかなって興味を持って見てほしいんですね。で、例えば、あ、なんかすごいへこんでるな、ガツンってへこんでる。なんでだろう。あ、2008年の後半だな。あ、リーマンショックがあった年か、とかね。あ、リーマンあったね、と。当然 GDP 落ち込んでるよね。でもその後は結構、あ、なんか乱高下してんだな、ふーんっていう、ざっくりした見方でいいんです。はい。っていうようなね、例えば、そんな感じで、なるべくその図表そのものに興味を持ってほしいんですよ。で、ここにある図ってのは、実際に現実、我々が今まで、例えばここ2007年からのね、10年間が書かれてますので、当然、こう、10年前、ね、の自分なんか思い出す、リーマンショックの頃俺何やってたかなとかでもいいんですけども、そういうふうに自分と紐付けたりしながらね、図を見たりするとなんかこう非常に印象に残りやすかったりします。要はこの印象に残せばいいんですね。で、私はよく言ってるのがですね、まあ自分の常識で知ってるものであれば別に覚えなくていいです。だって知ってるんだから。そうでしょ、知ってるんだったら覚える必要ないわけです。
知らなければそれをじゃあ頭に刻みつけるためにどうするか。これはあの私はあの東京の池袋で、講義してるんですけどもね、私のクラスではですね、あの例えばさっきのよいしょこの図ね、よいしょこの図みたいなものをこういうふうにあの必ず手書きしちゃえと。適当でいいんですよ、こんな感じで。ゼロで、でなんかガツンとリーマンで落ち込んで、でまあ555して直近4期は 1% 超えてると。ただそれだけの図ですね。あのこれどうせ後でユニットでやります。ジグザグの直近の4期は 1%、まあ、プラス超えてますよと、まあ、ゼロよりも上ですよと。もうポイントはリーマンで落ち込んで4期これプラスですよって、もうこんだけの図なんですね。でこういうところを抑えましょうねっていうふうに私講義の中で言っていきますので、皆さんはそれをだ手書きしてほしいんです。一手間かかるけど、で綺麗に写す必要はなくて、こういう落書き程度で結構なので、こうやってね、あゼロで乱高下したな、リーマンですごい落ちたなと、で直近の4期がプラスなんだなと、もう手書きするだけで結構印象に残るんですよ。実質 GDP の成長率もこれだけしつこく言ってても皆さん覚えちゃったでしょ。直近4期については 1%、まあ、この 1% って数字覚えなくていいから、あプラスなんだなと、成長してんだなと、なるほどねというような感じなんですよ。こういうふうになるほどへーって思いながら頭にね、印象づけていくっていう形で、まずはこの、まあ、私の講義を聞き終わって復習するときにね、ちょっと手書きをしてほしいんです。一手間かかります。でも手書きをすることで印象に残るのでね、なのでぜひぜひ手書きをおすすめします。で私の講義では必要なものをこうやって後ろにどんどんこうやって写していきますので、皆さんは、まあ、テキストにね、まあ、どこが大事だっていうふうに私も言ったりしますから、テキストにそれを書けばいいわけです。ここ大事とかね、はい、まあ、そんな形でチェックをすると。であとはもう覚える作業です。もう手書きをして、うーんなるほどねってインプットする、それだけ、はい、っていうのがもう試作、あごめんなさい、白書の勉強法です。もうこれ以上やる必要はないかなと。でもしも余裕があればですよ、余裕があれば、まあ、これはいきなりはちょっと難しいと思うので、討論とかが終わった後にやってほしいんですけども、もしも皆さん自身がね、自分が出題者だったら、問題を出す側だったら、例えばこのグラフだったら、自分だったらどこをグラフ出すかなとかね、これはやっぱり本試験の問題とかを見てないとなかなかね、どういう出題がするのか分かんないので難しいんですが、もしね一通り中小終わった後復習もう一度やると、討論とかも解き終わった段階では、ぜひ出題者目線で考えてみるっていうのも勉強になりますので、まあそれはまあ後の方かなと思います。とにかく今は皆さんは私がこの後のユニットでね、まあ、ここ大事チェックしといてくださいとかいろいろ言います。テキストを見て、はい、ここですねとか。で基本的にテキストも一応大事なところは青く色を変えてます。青文字にしてます。なのでそこだけ拾い読みしても、まあ、十分なんですけども、はい、なので極端な話、これ言うとまた怒られるんだけど、この後の私の講義見なくてもテキスト読めばね、ある意味分かっちゃうんですけども、まあまあそれ言うとね寂しいので、まあ、私と一緒にテキスト見ていきましょうねぐらいの感じで、白書についてはだから20ユニットまでは私と一緒に白書を見るよぐらいな感じで、はい、聞いていただければ。で21ユニットダンス第3回目からはガチで、今度は試作の方は本当に重要なことが目白押しなので、そっちはじっくり聞いていただいて、まあ白書20ユニットまではですね、一緒に私と一緒に楽しむ白書ぐらいの感じで楽しく勉強できればなと、はい、思いますので、まあ、中小はねやっぱりどうしても勉強嫌だっていう受験生が多いんですね。で私も嫌だったので、だどうせやるならね楽しく勉強した方がいいと思いますので、まあ、なるべく皆さんに楽しくなれるようにね、はい、なんかまあ私相手でね楽しくなるかどうかまあ置いといて、ぜひ、これからのね残り39ユニット、はい、お付き合いいただければと思います。じゃあ、ユニット1はここまでにします。